はい、こんばんは。今回はほおずきを書いていこうかなと思ってます。なんか夏っぽいですよね。結構今あの夏の植物でいろいろ書いていて、その中でちょっとほおずきって結構ね絵になる、まあ、モチーフというか植物なので、今回ちょっとほおずきだけであの動画にしてみました。結構ね書き応えもあるし書いていて楽しいと思うので、ぜひ皆さんもあの書いてみてください。でこういう感じで葉っぱと実がついてます。でそう、ほおずきってあの赤いやつが結構あのよく見慣れたほおずきだと思うんですけど、実はね食用ほおずきっていうのがあって、僕ねちょっとあの昔結構食べてたんですけど、食用ほおずきってあるの知ってますか？あの食べられるほおずきなんですよ。なんか今のこの普通のほおずきよりもずっと小さくて、あの見た目が薄茶色かなの、まあ、ものがあるんですけど、その中にそのちっちゃい、すっごくちっちゃい、なんか なんて言うんだろうな、金柑っていうのかな、わかんないけど、ちっちゃい丸いのがあって、それを食べるんですよね。なんか、そうですね、なんか爽やかな、酸っぱくないキウイを食べたような感じの味ですね。結構ね、表現するのが難しいんですけど、結構爽やかな味がします。で、ほおずきはね、あのペンで描くとこういう感じです。でね、ちょっとこれだけだと実の方が描き方が変わりづらいので、1個ね実を大きく描いてみようかなと思います。ちょっとこれ今描き直してますね。外側はね太いペンの方がいいですね。で細かいその筋の模様とかっていうのは細いペンを使うと、まあ結構ね描き分けができるのでいいかなと思います。で太い方は 0.5 とかそのぐらいのペンで、まあ、0.7 とか 0.5 ぐらいですね。でこういう細いところは 0.38 とかそのぐらいのペンを使っています。でこの筋の部分って結構盛り上がってるので、こうちょっとね影をいい感じにつけてあげると、あのリアルな感じになっていきます。でこんな感じで完成です。よしかったら皆さんもぜひ描いてみてください。こんな感じで完成です。でご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。それではまた。